全柔連強化部長の上村春樹さんの話で進めています。男子81キロの3位決定戦にリバチャージから上がってきました滝本誠。いわゆるちょっと当たり外れが大きい部分はこの滝本のいいところであり悪いところであるんですか。そうですね、まあ、あの力はね本当に攻撃力からすると金メダルを取る力も十分持ってます、はい、そうですか。ただね、あの不用意に技を受けてしまって、はい、思わぬところで、ね、転ぶことがあるんですね、はい、それがちょっと怖いですね。2回戦もトリッキーなシャリカニに苦い思いをしました。しかし3位決定戦に登場いたしましてシドニーの出場資格は得ました。このアジア選手権最後の戦い3位決定戦で優秀の美を飾りたいところ、内股同意が脱げました。チャイニーズタイペイのチェン今ね、はい、ちょっと一本勝ちだけを狙いすぎてるんですね。あ、なるほど。もう少しね足技で崩して、はい、それから行けばもう確実に一本取れるんですけどね、はい、よく柔道は言われますよね、すぐに結果を求めに行かずに崩してから。そうですね、もう特にね、はい、ある程度の選手たちですから、はい、連絡技で崩してっていうのがいいですね、はい、ただしまあ表情はそれほど試合中は変えないんですが余裕は持っての試合運びのように見えます。すでに相手に指導が与えられてもう一回、副審の方から指導警告注意になりますね、指導注意と、これも確実ですね、注意が与えられました。2度目です。これで有効相当リード、相手の戦闘意欲がありませんで指導注意と大内刈り、技あり、技ありです。体を回しながらいきましたね。そうですね、まあ、どちらかというと大内刈り気味に勝ってますね、はい、技ありを上積みしまして相手に戦闘意欲が湧いておりませんので指導注意といきました。一方的な試合運びです滝本誠、まあ、この3位決定銅メダルではね、まあ、不本意だとは思うんですけど本当はね、やっぱしこの金メダルを取って、はい、オリンピックにね弾みをつけたいところなんですが、まあ、ちょっとねその、サリガニの変則柔道に足を取られてしまいましたが、まあ、そういうところをねやっぱし勉強したこともね、うん、今回いい経験になると思います、はい、なるほど。全日本体重別では2連覇を果たしました。このクラスも日本国内でも強敵が多いんですが上村さんのお話では彼がいい時にはまると金メダルの可能性があるんだと、その部分にね全柔連の方もかけている部分があるんでしょうね。まあ、今年のね、はい、ドイツ国際も優勝してますからね。そうですね、さあ行きますよ。一本、今のは細狩りです。細狩りですか、綺麗、はい、に背中から落としました。この足でね1回追い込んで、はい、これからもう1回倒すね、これでコスト狩りです。外で勝っています滝本、文句なしの一本勝ちでアジア柔道選手権大会81キロ銅